おはようございます帝国になりましたので、ただいまから令和5年第1回阿見町議会臨時会を開催します。ただいまの出席議員は15名で、定則数に達しておりますので、えー、会議は成立しました。直ちに本日の会議を開きます。 本日の議事については、お手元に配布しました日程表によって進めたいと思いますので、ご了承願います。これより議事に入ります。日程第1、会議録署名議員の指名について、本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第120条の規定によって、5番、高野義雄君、6番、 樋口達也君を指名いたします次に日程第2会期の決定についてを議題としたいたします。お諮りいたします。今臨時会の会期は本日1日とすることにご異議ございませんかはい、ご異議なしと認めます。従って会期は本日1日とすることに決定しました。 次に、日程第3、初版の報告を行います。議長より報告いたします。今臨時会に提出された案件は、町長提出議案第58号から議案第6 0号以上3件であります。次に、監査委員から令和5年5月分に関する月例追悼検査結果について、 臨月、失礼、臨月追悼検査結果について報告がありましたので、報告いたします。次に、本臨時会に説明員として、地方自治法第121条第1項の規定により、出席を求めたものは、お手元に配布しました名簿のとおりです。以上で、初版の報告を終わります。 次に日程第4、議案第58号を議題といたします。提案者の提案理由の説明を求めます。町長千葉茂君登壇願います。皆さんおはようございます。おはようございます。ます本日は令和5年第1回臨時会を招集しましたところ、議員各位には大変にお忙しいところご出席をいただきまして。 こここに臨時会会が開会できまますす。とを心から感謝申し上げます議案第58号の阿見町特定教育、保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について提案理由を申し上げます。本案は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正により、 所要のの改正を行うものであります以上、提案理由を申し上げましたが、慎重審議の上、議決いただきますようお願い申し上げます。以上で、提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑を許します。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。ただいま議題となっております 議案第58号については、会議規則第39条第3項の規定により、委員会の付託を省略することにご異議ございませんかはい。ご異議なしと認め、作用を決定いたします。これより討論に入ります。討論を許します。はい。 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。これより採決します。議案第58号については原案通り可決することにご異議ございませんかご異議なしと認めます。よって議案第58号については原案通り可決することに決しました。次に日程第5。 議案第59号を議題といたします。提案者の提案理由の説明を求めます。町長千葉茂君、登壇願います。はい、議案第59号の令和5年度網町一般会計補正予算第3号について提案理由を申し上げます。本案は、規定の予算額に1,430万円を追加し、 百九十五億五千二百六十九万七千円とするものであります。その内容は、第七巻。土木費の道路新設改良費で、筑波霞ヶ浦林陵と橋梁新設に係る予備設計の委託料を新規計上するものであります。以上、提案・理由を申し上げましたが、慎重審議の上、議決いただきますようお願い申し上げます。 以上で提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑を許します。はい。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。ただいま議題となっております議案第59号については、会議規則第39条第3項の規定により、 委員会の付託を省略することにご意議ございませんかはいご意議なしと認め、作用決定いたします。これより討論に入ります。討論を許します。はい討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。採決いたします。 議案第59号については原案通り可決することにご異議ございませんかはい。ご異議なしと認めます。よって、議案第59号については原案通り可決することに決しました。次に、日程第6。議案第60号を議題といたします。提案者の提案理由の説明を求めます。 町長柴茂君登壇願いますはい、はい、議案第60号の都裁第1の1号、あけ地区外区公園整備工事受けよう契約について、提案理由を申し上げます。本工事は、外区公園整備工事を行うものでありますが、地方自治法並びに議会の議決に付すべき契約、 および財産の取得、または処分に関する条例の規定により、議会の議決を求めるものであります。工事の概要につきましては、お手元に配布しました工事概要書のとおりであります。以上、提案理由を申し上げましたが、慎重審議の上、議決いただきますようお願い申し上げます。以上で、提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑を許します。 えっ、ー、とあのまあ明けぼの地区外区公園の、まあ、整備の工事費ということで、まあ、計上されたわけですけれどもあの、まあ、公園に隣接するというかもともとねこの町営住宅の敷地をです、ね、利用して、まあ、作ってるということなんですけれども公園に隣接して、まあ、住宅がまだ2軒残っているようで、まあ、今回の 計画の中には入ってないということなんですけれども。これはあの町営住宅ですか。ああ、町営住宅かどうかということと。敷地、敷地があの町の所有かどうか、ちょっとお伺いしたいと思います。はい。ただいまの質疑に対する答弁を求めます。都市整備課長。糸川孝之君。はい、お答えします。ええー、二、えー、棟残っている。えー 残ってるんですけれども、えー、町営住宅になります。それから、えー、敷地につきましても、えー、町の所有という形になります。以上です。はい、梅沢氏君まああの、うん、住まわれてる方あに対してね、まあこれからもあこれまでもあのまあ転居というかなあの、うん、そこではないところの住宅の提供をいろいろ。 してですね、これ、一体的にその本来はその計画されていたものではないかというふうに思うんですけれども、あのまあ、今後のこの住宅っていうかな、町営住宅の状況というのは、どういうふうになる,なるんですか伊藤、はい、孝之君。はい これまでもですね年に1、2度、担当の方で訪問をいたしまして、状況を聞いておりますで。お住まいになっている方、ご高齢の方になるようなんですけれども、まあ、そういった状況もございまして、なかなかこちらからちょっと移転をお願い,するとい,お願いはしているんですけれども、ちょっと難しい状況です。でまあ 移転退去をされたときにはです、ね、改めてその公園として整備を敷地に取りみ新しく敷地に取り,組み取り込みまして、公園として整備をできるのが理想だとは思いますので、その段階になりましたら、改めてちょっと検討をさせていただきたいと思います。以上です、はい、海の高橋君 でまああのいた地図っていうか,なんていうか、ねその、公園整備の計画を見ると、ね、この駐車場がです、ねまあ、整備されていないということで、先、まあ先,あ先の全教でもです、ね、駐車場は整備しないんだと、まあ、こういう話だったんですけれども、この整備しないっていう理由っていうのは、どういう理由なんですか伊藤隆行君。 今回の公、えー、演はですね、えー、外区公演という形で、えー、近隣の主に、えーまあ、徒,徒歩圏で、えー、まあ、えー その公園を利用するような方を想定しており、まあ、公園の種別としては一番小さな種別になります、まあ、そういったこともございまして、近隣の方の利用というふうにちょっと限定をされておりますので、今回、駐車場は設けてございません、以上です海野辺志君。まあこの公園にです、ね、整備されるさ、ね、まざまな設備っていうかな、あの相当あの多種多様に飛んでいる。 といいううふうに思いますよ遊具、まあ、なんかでもですねその複合遊具を、まあ、これ子どもに大人気ですよねこの複合遊具っていうのはそれからブランコがあったりステップ遊具とかターザンロープとか水のみとかいろいろとにかく遊具でも相当な遊具があるしからまあ水飲み場とか、まあ、トイレ吾妻屋こういうのがあるので、まあ、相当な利用が見込まれるのではないかと。 それで今ねその都市整備課長がですね言われた、まあ、外区公園ですけれども、まあ、私がちょっと調べたところでは、まあ、外区公園の平均的な大きさって大体2500平米、えー、二胆5世ぐらいですよね。で今回のこのうあけの地区外区公園は7500平米、まあ、3倍ぐらいあるわけですよね。相当外区公園としては大きいしそれからこの遊具の整備具合からすると地区内 地区内っていうかその想定している地区内よりも、あのーまあ、もっと遠くからね来るんじゃないかなっていう想定があ,のありますで、あのー、私も調べましたけれども例えばその牛久に外国公園大体これも小さいものから大きいものではあるんですけども、まあ、この7 5 0 0ルに近い大体いい5,000平米ぐらいの外国公園。 あのいくつかあ,のありますけれどもその外部公園を見るとね駐車場をやっぱりあの整備してるんですねで神栖なんかでもやっぱり整備してるとで私はねあの規模というかなあの規模であの目立つ公園そして、えー、まあ単なるね外部公園じゃないような感じがするんですけども、あのー、この駐車場は是非とも私はね あの必要ではないかとまあ例えば緊急時にねその救急車が入るとかまあそういうことはあってはならないんだけれどもそういうことの,時にねじゃあそのがあに道路上にねこう止まるというようなことになると思うのでまあこの公園にね駐車場をあの作るべきではないかというふうに思うんですけども改めてちょっと答弁をお願いしますはい伊藤隆行君。 はい、お答えいたします、えー、今あの、議員の方から、えー、ご意見いただきましたように、<laughs> あの外区公園としては、えー、7500平米という形であの、外区公園の中では大きな部類になります。えー、それであの先ほどのご質問いただきましたように、その西側のところにです、ねえー、ある、まあえー、現在、町営住宅の一部が残っているところにつきましては、あの必要性に応じて、その 駐車場というのも当然あの我々事務方の方ではあの認識十分ございますので、まあそういったところも含めて今後まあ駐車場の検討というのはしていきたいと考えております。以上です。はい。他に質疑はございませんか。はい。十六番柴原誠一君。はい。えー、っとこれこの場所はあのドクター・ヘリーの発着場の計画もあるんでしょうか。 き君、はい。お答えいたします。えー、と現在のところ、そのような計画は、えー、と今、想定はしておりません、以上ですはい、柴原誠一立の市区、東のやっぱり外公園に、あの緊急ドクターヘリが着陸したのを見てますんで、えー、この辺も緊急ドクターヘリ、発着必要かと思いますんで、よろしく検討のほどお願いします。はい。 他に質質疑疑はははございいいませんか、はい、それではこれでこををもって質疑を終結いたしますただいま議題となっております議案第60号については、会議規則第39条第3項の規定により、委員会への付託を省略することにご異議ございませんかはいご異議なしと認め、作用を決定いたします。 これより討論に入ります。討論を許します。はい。討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。これより採決します。議案第60号については原案通り可決することにご異議ございませんかはい。ご異議なしと認めます。よって議案第60号については 原案通り可決することに決しました。以上で本臨時会に予定されました日程はすべて終了しました。これをもちまして、令和5年第1回阿見町議会臨時会を閉会いたします。ご苦労様でした。